いや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 、俺のカードのポケット見てくれ。こんなことある？これがなければさ、うわー、ひどくない？パライバチャンネルの動画。エンディングまであと1年です。行こう。うんちがいらない。特解コカード。よし。これはよしと言っておきましょう。いや、もうキングやめてよ。3連続キングは。頼む。サンタボンビ、サンタボンビ。頼む。サンタ、サンタ、サンタ。サンタボンビ、サンタボンビ、サンタボンビ。頼む、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 頼む。3連続。特化エッコカードで佐久間 B のお金を特化えようと思ったのに、まあでもいいか、こっちがマイナスになったとしても特化えといた方がいいな。これね、相手の社長さんと持ち金を特化えちゃうカードなんだけど、ほらね、相手が2500万になったでしょ。こういうことで、俺の8億もらった8億はなくなっちゃうんだけどね、今回これで。うわー、ね、かわいそすぎない？さすがに。ちょっと待って、3連続キングボンビーはちょっとなかなかないね。はい、どこ次？松、佐久間 B また8億ももらっちゃってるよ。頼むぞ。お払いカード。え、これキングボンビーじゃなくてさ、なんだっけこれ。え、とんでもないことが起きたかも。あー、出た、始まったわ。サンタボンビーってこれ来るのかな。え、このモードは来ないとかそういうのないよね。特別ルール、サンタボンビーが登場。え、来ないのかな、一人でプレイはの時は。一応ももクロのあのコラボのシステムでやってるんだけどね。サンタボンビーだけ来ないとかってある？いや、どこどこに行けカードがねあるのはきついな。しかし、いや無理だよね、カードも手に入んないもんね。どうしようか。ほらこれね、これを割ってくれないとさ。またお金これ。うわ、お、100億超えたよ、マイナスが。10億円、ちょっと待って。10億円カードもらったけど、捨てなきゃダメじゃん。こんな仕打ちある？いや、マイナスチャラにしてくれたのは嬉しいけど。いや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 、俺のカードのポケット見てくれ。こんなことある？これがなければさ、
うわー、ひどくない？超つらい。何これ。サンタボンビー来ないことある？さあどんどん行こう、どんどん行きましょう。はいはいはい、サンタボンビーになってくんないとさ、もう終わるんだから、そろそろ。あと半年で終わりだよ。早くしてくれよ。サンタボンビーが拝むことができずに終わりそうな気がしてきた。はい、どこ次？山口。近いじゃんこいつ。独占したね。うーん、参ったね。これきつくない？さすがにカードなしで0円スタートはきついよ。いや、カード割れや、カード割れや、こいつ。シュレッダーカード、ちょっと待って、もう10月でしょ？11月か。いやいやいや頼むぜ。いや無理でしょうね。いやー、捨てるのきつい。デビクラカードっていうのは、ダビングカードもそうだけどさ、きついね。ベビクラーは他の社長のお金をね、がっぽり奪ってきてくれるカードなんだけど、いやー、結構沼ってる気はする。頼むぞ。いやー、ここ行くしかないか。ちょっとでもプラスお、よかったよかった。割るの遅いんだよ。1枚しか割んないの。はい、これでね、カード枠が1スロット空きました。3億くれた。お、ありがたい。これはありがたい。はい、次ピンク。いやいやいや、困ったな。これ困ったぞ。サンタボンビーがないと絵にならないのよ。コラボ、ももクロコラボの企画としてやってるから、その企画でしか出てこないサンタボンビーをね、見たいわけ。よしよし、カード一枠空いたからさ、特急周遊いらないな。どうしようかな。今キングボンビーじゃなくてさ、あのサンダーボンビー来てくれたらお金が結構増えるでしょ。おならマン、おい、千葉周回だっつってんだろ。スカシッペで済んだ。よかったー。スカシッペの場合は不発だから飛んでいかないからね。オナラマン来ても。飛んでけ。飛ぶときはこうやって飛びます。方向的に多分ね、俺、グアムとかね、ワイキキの方を飛ばされる可能性があったね。左から来たから、あいつが。宝くじ行くか。なんで外れが。きつい。結局サンタボンビーに会うことなく終わったね。
来月終わりだから。3年目のね、3月、はい、このターンがねラストターンでございます。何？ラストターンって何よ。いや、ちょっと待って、こんな回遊ないわ。サンタ来い、サンタ来ても意味ないけどね。ベビーか、なんだ最後ベビーで終わる気か。うわーい。え、これはこれはない。ちょっとね言葉を失っております。あのね、桃鉄買って発売日に買ったんだけど、約1年とちょっと、初めてだね、ここまでのえげつない結果になったのは。キングボンビー4回連続だからね、ゆっくり発表しなくていいです。はい、さあ、お疲れ様って。おももクロのテーマソングですね。あの「ぶっ飛び」っていうね、桃鉄コラボのために書き下ろしされた新曲「ぶっ飛び」かな、これ。ですね。いやー、とんでもない結果でしたね。はい、結果一応見てみますか。総資産、これね、2億マイナスで終わることはなかったけど、1位が53億、2位が33億、3位のパライバーは2億です。で、お疲れ様で、まあ頑張ったっていうか、そんな頑張ってない。何何があるか分かんないね。いや、俺もそうなると思わなかったよ。どの時で、ちょっと仲悪くなった。楽しかったね。ね、キングボンビー1ターン以外ずっとキングボンビーだったってことだよ。これ貧乏神12回つきました。12ターンってこと、まあ何でもいいね。キングボンビーが11です。とんでもない事件でございました。はい、ということでね、ちょっと待ってね、これはあ、ダメなんだね。本来であれば多分オンラインでやったらスタンプもらえると思うんだけども、オンラインじゃないので、これはスタンプはもらえなかったということですね。はい、4回キングボンビーになって、4回中4回キングボンビーになってね、サンタボンビーに会うことはできなかったですけれども、まあどうだろうな、ある意味いい結果だったのかなと思います。はい、ということでね、ちょっと次サンタボンビー見たいな、短編動画でも出そうかなっていう感じです。はい、それではね、次回の動画でまた皆さんお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあ皆さん、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。